どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこです。今回なんですけども、ジューンブライドガチャを引くべきかについて話していこうと思います。 まずですね、ジューンブライドガチャ、引かなくていいです。はい、これちゃんと理由があります。星を紡むぐ精霊の方が美味しいからですね。やっぱキャラの性能的にも、ジューンブライドはあんまり無理して引く必要性は全くなくて、まあ、優先するんだったら絶対星を紡むぐ精霊なんで、僕は引かなくていいと思ってます。ただ、ジューンブライドもね、武器が結構強くて、回議力が5000ある武器がほとんどで、まあアシストとしてね、あの、ステータスもめっちゃ乗せられるんですよ。だから武器としてはかなり強いキャラが多いんだけども、まあ正直武器を狙うがために、星をつむぐ精霊より優先する必要はあんまりない。 しまあ個人的にね、あの、このガチャの星7キャラ、ゴーザンゼエルシャクーリアとかそこら辺がね、欲しい人っていうのは、まあ、別に僕はね、ガチャ引いてもいいとは思いますが、なかなかいないと思うんですよね。 ま、強いて言うなら、合算税は確定なんで、僕はもう合算税確定で買って、あとは星8、星9で欲しいキャラ交換してあげれば終わりでいいんじゃないかなとは思ってます。そんな感じが僕のジューンブライドの評価ですね。あの、キャラ自体もね、別に弱くはないんだけど、星を紡むぐ精霊と被ってる現状で、あんまり引く要素はないのかなって感じがしてます。はい、ま、という感じがですね、僕のジューンブライドの評価となっています。じゃあ今回はですね、実際にキャラクターの解説一体一体やっていこうと思います。行きましょう。 さあ、ということで、まずは新しい星9の有利からですね。7強3つに無効側があってね、アタッカーにもできるキャラですね。で、まぁ、あ、スキルが1ターン敵全体が非属性に変化っていう珍しいスキルを持ってて、6ターンで打てるスキルになってます。ただ、1ターン限定だからね、意外とスキルは使いづらいかも。で、まぁ、あ、リーダースキルは指10秒固定で、水6個消したダメージを65%軽減、攻撃力か16倍、2コンモカさ水の回復力か3倍です。 あの、一応ね、アジサイと組み合わせると、かなり安定感のあるパーティーが組めるとは思いますが、実際このキャラ評価に関しては、ロイヤルオークとかと比べるとかなり低いかなって感じはします。あの、男子で弱いって言いたいわけじゃなくて、環境上位の二段編集のキャラが強すぎるんで、あんまり使い道少ないのかなって感じはしました。まあ、実際に使ってみたからまた評価しますが、あの、普通の星系に比べると、意外とインパクト薄いなって感じはしましたね。はい。 で、このキャラ武器もありまして、武器に関して、まずケーキがこんな感じ。操作不可に水レス強化4つで、スキルは2ターン敵全体を非属性に変えて、6解除に水回復ドロップの2色人と。で、こっちの武器はチーム回復強化3つに水レス強化3つって感じで、2ターンダメージ吸収属性吸収無効に、計算ドロップアインの覚醒無効全回復です。もはや武器がかなり強くて、この武器自体はめっちゃ強いと思います。水属性パーティーならね。 でもキャラ自体に関しては、なかなか使いづらさもあるんで、こう一概にめちゃ強いってキャラではないと思います。まあまたこれは、ね、実際に使ってから評価しますが、僕の評価としては、環境最強ランキングの上位には絶対に来ないと思ってます。これが有利ですね。 さあ、続きまして、エルシャ。エルシャに関しては、進化前が水昆布強化3つ持ちで3ターンヘイスのキャラです。で変身後はこんな感じで、クライミプラス、指延長プラス、7強3つに水昆布強化3つと、圧倒的アタッカーですね。スキルは1ターンダメージ無効貫通に、1ターン回復と指が1.5倍が5ターンスキルです。このスキルはかなり強いんじゃないかな。リーダースキルは水の全パラが1.5倍、7コンボ以上でダメージを半減、水の2コンボで攻撃力が10倍、二コンボ加算のキャラです。まあ、水力性の圧倒的アタッカーですよね。クライミー体プラスもあってギミック体操もできるんで、アタッカーとしてはかなり強そうパー によっては活躍してくれるんじゃないかなと思っています無効化の対応しづらいパーティーはね特にで武器に関しては、えー、水コンボ強化に L 字消しを持っててスキルは2ターンダメージ無効貫通に2ターン属性吸収無効という感じになってますはいで続きましてこちらですねはい 合算済みをですね。結構今回の一番あたりは僕合算済み用だと思ってて、マインドプラススキル4つ、封印体制、指延長プラス7強2つに飛行目む強化2つです。スキルは1ターン、指と回復が1.5倍に、決戦ドロップを全回復が3ターンスキルと。これどう考えても強くね。指回復1.5倍が3ターンで。 リーダースキルは、火の HP と攻撃が1.5倍に、8コンボ以上でダメージを半減火の2コンボで攻撃力が10倍、3コンボ加算って感じです。リーダースキルも悪くないけど、ロザリンパーティーのサブにおいてかなり化け物だと思います。武器は、バインドプラス攻撃キラー、総坂大戦の武器が1個あって、もう1つ こっちですね。チーム HP 許可3つにヒドロッキを2つ持ちの武器がありますと。スキルは1ターン3コモカさに6回以上に両端を火に変えてくれるスキルです。まあ、この武器自体はどう考えても強いな。バインドプラスはないけど。でまあ、ちなみにね、聴覚性は7強化無効化って感じなんだけどね。ロザリンパーティーにおいて軽く安定すると思うんで、相当サブとして強いと思います。もはや合算税当たれじゃね。そんな感じはしますね。で、そんな武器とかいっぱい追加されるんですけどね。ここからは既存キャラなんで、じゃあ既存キャラ解説やっていこうと思います。行きましょう ということで、星9のキャラから話していきましょう。まずはロシアからですね、今回強化されまして、スキルがですね、軽減つきました。2体攻撃の覚醒数に応じて、攻撃力が上昇、軽減となったんですが、軽減倍率が、ウェイ1個につき1%だったんですよね。で、これめっちゃ期待されとったんやけど、1%やったことによって、なんか実際あんま使えねえなって感じで、評価はそんな高いわけではありません。一応、リーダースキルはね、HP2 倍に軽減もあってね、攻撃15倍、毒ダメージ無効参考個も加算なんですが、現環境ではあんまり使わないのかなとは思ってます。武器に関しては、1つ目は 2way 雲 にチーム HP 強化2つ持ちで優秀な武器ですねもう1個はこんな感じでウェイ2つにキドロ強に毒耐性って感じになってますこちらがロシですねまあ、正直思ったより強化微妙だったんであんまり使えないかなって感じはしますがまあ、一応欲式キャラとなっています で、続きまして、花嫁ゼラですね。あの、マーベルと組み合わせて、76レダチェンとかしてあげるとね、指がめちゃめちゃ安定して、高火力のパーティーを作ることができるキャラです。7強3つに無効貫通もあってね、軽くも出せるんでね、かなり強いですね。スキルは、1ターン2コモカさに敵の行動を2ターンチェーン、6解除に、光回復ドロップに変化と、2ターンチェーンスキル持ちになりました。リーダースキルも、全パレ1.6倍半減に、指4秒延長に、攻撃力が14.4倍かな。 はい。で、3さらに、参考も加算って感じでね。まあ少し安定感のあるキャラになったかなって感じです。もう、普通にマーベルと組み合わせると強いんでね。まあ十分ゲットする価値はあるのかなと思いますが、それと同時に、別にキャプテン翼でよくねって言われたらそれまでなんで、まあそこは微妙な性能かなとは思ってます。で、武器に関しては、こんな感じで、一つ目が、バインドプラススキブ、超位置、攻撃強化二つと、マジでね、スキルだけ超強いんだよね。あ覚醒だけ超強くて、バインドプラスとスキブと超位置だからね。はい。で、スキルもね、三ターンチエモッとなって、かなり使いやすくなりました。全然使い 使いやすいですでもう一個の武器は光コンボ強化にチーム HP 強化2つにバインド回復って感じになってますこれがゼラの武器ですねさあ続きまして星8キャラですね雷陣は10強7強7強でアタッカーとしては使えますそれ以外は別に強い要素はないんであくまでまあ10強7強7強のツーベイ2つのアタッカーって感じですね、まあ、攻撃も3800くらいあるんで悪くはないですね武器はチーム HP 強化2つにチーム回復強化にクライミー性2つですマジで武器の方が強いんだよな将棋、まあ、別に交換するードではないそんなゲットするべきキャラではないと思いますがまあ一応強化されたキャラです で続きましてルシャナですね、まあ、進化前に関してはね少し軽く出るキャラって感じなんだけど基本究極効果が強くてこんな感じですね スキルブースト6個持ちにできますし、無効化2つ、7コンボ強化2つとか、無効化3つ7コンボ強化にもできます。まあ、単純に元でスキルブース4つあるんで、スキル要因でかなり優秀で、で、スキル6個持ちにできるキャラの割にはね、7ターンスキルとかなりスキルも速くて、しかも HP50 か、50%回復、6回以上、最上段を機に変化と。めっちゃ優秀なキャラですね。まあ、貴族性パーティーのサブ要因としては超優秀なんで、ノーチャラスとか使う際にもね、十分サブに入ってくれるキャラになってると思います。これがルシャナですね。ちなみに武器に関しては、こんな感じです。はい、こちら。 に、キドル卿三つって感じになってます。これが列車のですね。スキブロック持ちなんでサブとしてはかなり強いと思ってます。評価はかなり高め。 さあ、続きまして、エスカマリですね。まあ、光泥をいっぱい持っててね、泥鏡持ちとして使えますが、火力は低いんで、あんまりキャラとして使うことはないかな。ただま、ドット進化の方は普通にね、無効感2つ増えて、無効感ずプラス光泥鏡として使えて、かつスキルがね、キー回飛行ジャム毒を光に変えてから3ターンダメージ吸収無効が13ターンなんですよね。これ3ターンダメージ吸収無効要因として、何かしらのパーティーで使える可能性は十分あると思ってます。ま、あ引けたらラッキーぐらいのキャラになったかなって感じ。武器に関しては光泥鏡4つに毒耐性二つ持っているキャラになりました。これがエスカマリですね。普通に強くなり 続きましてシアトですね、まあ、シアトに関しては基本的にこちら進化後ですね、まあ、ウェイ持ちとして使えるキャラになっていてでさらに天性進化がねこの前去年かな増えてウェイ5つに、まあ、10強つけれるようになってますただまあ意外と火力低いんで実際あんま使わんのよねスキルも目覚めなんだけど正直最近って目覚めパーティーに入れないパーティーがほとんどなんですよマーベルとかも同等でね 目覚めとかいらないじゃないですか。あんだけ光つけれるなら。って考えると、実際あんまり実用性ないのかなって感じがしますね。で武器に関しては、ウェイ2つに光ドルキをお持ちのキャラです。正面、星8に関してはね、雷神はそんないらん。ルシャナはサブで強い。エスカマリそんないらん。まあ、ドット進化は強いで。シェアトはそんないらんって感じですね。まあ、ルシャナとエスカマリが当たりになってくるんじゃないかなと思ってます。じゃあ次、星7。 さあ、まずはクーリアからですね、ドラゴンキラー4つ持ちにできて無効感持ってるんで、あの、ヘキサゼオンぶっ倒す際は強いかなって感じですね。スキルは1段指が1.5倍で、チーム内のドラゴンキラーの覚醒数に押して攻撃力が上昇してくれます。まあ一応ね、ドラゴン絶対倒すマンとして何かしら使い道あるかも。で、武器も雲耐性にドラゴンキラーなんで、持っておく価値は十分にありますね。はい、まあ引けたらラッキーぐらいの感じですね。 で続きましてイザナギですねこちらも昔は周回で強かったスキブ1つに封印に指延長プラス無垢化に50%以下強化3つになりましたで悪魔キレアを持ってて超覚醒50%以下強化持ってくれてますまあ一応ね50%以下強化4つ持ちとして使えるんで軽くも悪くはないのかなって感じはしますねスキルは HP50% 減少で右端縦石列を 光ドロップに変化 !1 ターン、指と紙タイプの攻撃力が1.5倍が4ターンです。まあシステムで使えなくもないんだけどね、わざわざ今の環境を使う必要性ないからね、確定買うほどじゃないかなって感じはしますね。これがイザナギです。なんか昔集会で使えたけど、最近はほぼいないね。 続きまして、パネラですね。パネラに関しては、今回進化が実装されて、こっちが基本強いかな。スキル4つ持ちにね、スキルチャージ2個もしくは、スキルチャージ1個持ちにできますと。まあ、聴覚したいですね。まあ、10強元で持ってて、聴覚性10コンボ強化つけれるんですよ。だから、光属性というよりか、まあ、多色かな多色のアタッカーとして活用できます。最悪、フィリスパーティーとかにゴルシ入れても強いキャラになってます。はい。 スキル4つあって軽く出るけどやっぱ魅力なんですよねで。しかもスキルは2ターンダメージ属性吸収無効で2ターン指が1分延長と。超学生好きじゃなら6ターンで溜まるんですよね。そういう点でも多色パーティーの超優秀サブに生まれ変わりました。まあ星7だとパネラが一番当たりかなとは思ってます。で、武器に関してはこんな感じ。チーム HP 強化2つに暗闇お邪魔毒耐性でスキルは2ターンダブル吸収無効に2ターン指1分延長です。まあそれこそスキルブースはないけど、イノスケの代用とかでワンチャン使えるかもなって感じはしますね。こちらがパネラでした。 さあ続きまして、パールバティですね。7強、7強、10強に無効貫通持ってるんで、アタッカーとしてはかなり強いんだけど、その分攻撃力は結構控えめですね。スキラー2ターン落ち込んだしに指1秒延長ドロップのロックを解除し、水ドロップを回復ドロップに変えてくれます。これがパールバティですね。あの、独体性プラスもあって、回復 L 字に L 字もあるんで、普通にアタッカーとしては優秀。なんだけど、実際使うかと言われれば、 まあ、あんまり使う機会はないのかなって感じはします。ただ、まあ、スキルブース4つもちろんできるんでね。まあ、それこそ、あの、セリカとかそういうキャラの代用としてならワンチャン使えるのかなという感じもしますね。これがパールバティでした。はい。ごめんなさい。あと、武器はバインドプラスと、亀裂強化3つと、お邪魔大成2つです。まあ、でも正直、火力に関してはまじピカイチなんでね。あの、普通にノーチラスとかで使ってあげればアタッカーとしては超強そうですね。これがパールバティでした。さあ、続いて、サツキですね。サツキはまあ、10強とメイ持ってるぐらいですかね。この進化前に関しては。 で、記憶進化後はこちらですね。まあ一応、十強無効感ウェイ3つあるんで、アタッカーとして使えなくもないかなって感じなんだけど、やっぱスキルが弱いんですよね。あの、スキルが弱いキャラは結局使いづらいんで、そこはデメリットかなと思ってます。武器に関しては、光泥漏り4つにウェイ持ちのキャラです。こちらがサツキでした。 最後にペルセポネですね。スキルブース4つ持ちで無効化持ってます。軽くは控えめだけどね、スキルが3単属性吸収無効なんで使えなくもないかなって感じです。で、武器に関しては闇コンボ強化、封印耐性毒耐性って感じになってます。星などで使えるキャラはね、やっぱりまパネラですね。パネラやっぱ気力したんで多色パーティーにおいてはかなり使えるようになりました。まあ、個人的にパネラとあとはまあパールバティーかな。やっぱパールバティーがアタッカーでかなり強くなったんで、これに関しては十分な性能だとは思ってます。 あと、ま、あ一応、ワンチャン何かしら使い道ありそうなのがクーリア。ドラゴンキラー4位でワンチャンいつかね、使えるのかなと思ってます。こちらがね、放射のキャラでした。じゃあ、ここから星6から星4まで一気に行きましょう。さあ、ここからは星6ですね。ま、あ星6キャラに関してはあんまりね、キャラとしての使い道はありませんが、一応、バセトはね、3ターン全体攻撃と指2倍を持っていますと。武器に関してはこんな感じで、十字消し、雲耐性指延長プラスを持ってます。これがバセトですね。はい、で続きまして、こちら、ラーですね。 ラーに関しては、クライムプラスと、ま、スキブ5個持ちぐらいかな。で、ま、スキルが敵全体7、7 7 7の固定ダメージと、3ターンの間、指3秒延長が7ターンスキルになりました。これがラーですね。まあ、一応、そんぐらいかなとは思います。一応、スキブ5個持ちっていうのは貴重ですね。普通に。で、続きまして星、星5ですね。星5に関して、けちゃうま、キャラとしてはもう使いません。武器が一応ね、超一に雲大戦に攻撃強化持ってるんで、武器要因としてなら使えるのかなって感じ。超一っても実際使うんかな。 続きまして、ルカですね。ルカもまあ別にキャラも絶対使えません。まあ一応武器がね、回復泥鏡に水裂強化3つ持ちになっています。で続きまして、カノですね。カノもキャラとしては全く使わないんですけど、武器がね、こんな感じで、回復泥鏡と気裂強化3つになってます。場合によっては使えそう。で、最後、星4ですね。まずはイザナミから。イザナミに関しては、まあキャラは本当に使えませんね。本当に使わん。で武器はチーム HP 強化2つに HP 強化3つ持ちです。まあワンチャンワンチャン使うかもぐらい。で最後、ソティスですね。 まこれもキャラは使わないんやけど、まあ武器に関しては回復強化率に追い打ち持ってるキャラとなってるんで、普通に追い打ち武器としては活用できるかなって感じです。こちらがね、今回のジューンブライドの性能解説でした。やっぱり強いキャラが少なめっていうこともあってね、まあ基本新キャラ狙わない限りはあんまり引く必要ないと思ってますという感じがね、僕のジューンブライドの評価でした。ぜひ参考になった人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。